この動画は一般社団法人パイコン JP アソシエーションの理事のうち3名に理事ってどんなことしているのというインタビューした動画です。吉田さんに来ていただきました。吉田さん、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。はい。ですね。吉田です。パイコン JP の、理事を、しているということで、今回のインタビューに参加することにしました。はい。普段は、Linux の、サポートする企業で、働いていますと。早速、じゃあ、一つ目の話題に入りたいと思います。主に理事として担当しているタスクを教えてほしいなと思っています。はい。主に理事として担当しているタスクなんですけども、はい。まあ、年次で、PyCon JP の、まあ、イベント、まあ、PyCon JP 2022とか、ですね、の、イベントを、開催しているわけですけども、こちらの、はい、スタッフ活動と、まあ、それに関係するところで、まあ、一般社団法人、側の、その PyCon JP と、まあ、連絡役というところを。つなぎ役っていう感じですかね。そうですね。以前は吉田さん座長を3年間やられてて、その後すぐに、まあ、サポート側というかですね、実際にイベントのサポート側に、まあ、特に理事になってから回っていただいてるのかな、なんて思ってるんですけど。はい、やっぱり、スムーズに、毎年座長が変わるので、その件を、サポートするというところ。が、必要、人が必要でしょうっていうところでやってます、うんうんうん。はい、ありがとうございます。結構ね、いろいろと、主体的にイベントの方も引っ張ってもらってますし、その中で、まあ、理事としての役割というか、まあ、これ難しいですね。座長と理事っていうのがちょっと違うと思うので、なかなかスタッフと理事ってちょっと違うと思うんで、難しいかなと思ってるんですが、その辺うまくやっていただいてるかな、なんて思ってます。次の話題にちょっと行きますね。はい。理事をやろうと思ったきっかけですね。まあ、そもそも、まあ、一般社団法人パイコン JP アソシエーションというところで、まあ、理事になっていただいているわけですが、最初にやろうと思ったきっかけって何でしょうかね。理事をやろうと思ったきっかけは、まあ、やっぱり、まあ、パイコン JP の座長を、2017から2019にかけて3年間、やりまして、で、まあ、まあ、座長一人で、まあ、できるわけじゃないです。で、やっぱり、イベントとしては、一般社団法人から、受け負ってというか。委任してですかね。割と、ね、権限を使用して、はい。やって、やるわけですけども、まあ、それでもいろいろと、やっぱり、一般社団法人側と、調整したりするところは、多々ある。ところなんですけど、まあそういうところが、やっぱ、特に最初の時ですね、1年目とかよくわからなかったと。いうところが。吉田さん自身が座長をやった1年目の時に、やっぱりちょっとわかりにくかった。まあなかなか、立場的なもの難しさみたいなところですかね、座長としての。そうですね。はい。で、まあ、そういうところでもうちょっとスムーズに連携できるといいだろうなというところで、はいはい、まあ終わり。かけのところというか、まあ、一応、それまでの、座長もなんかその時はね、3年交代していた感じだったので、私もまあ3年ぐらいで終わりにするのがいいだろうと思って、まあでもその後の関わりどうするのがいいのかなっていうところを、ちょっと悩んでいたというか、はいはいはい。ところで、まあ、じゃあ理事になってみてもいいのかな、というふうに思って、立候補したと。はい。ありがとうございます。もう座長を、まあ、引退というか、座長さんでやった後、すぐに理事になられたんでしたっけ？そうですね。はい。じゃあもう、じゃあ座長を経験してもすぐ理事になって、じゃあ今度は、理事側としてイベントをサポートしていってるっていう形が、今の形っていう感じですかね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。ではちょっとまた次の話題に行きたいと思います。理事をやってて良かったことっていうのをいくつかもしあれば聞かせてほしいなと思ってるんですが、いかがでしょうか。はい。理事をやっていて良かったことですけども、やっぱり、想定した通りですね、やっぱ年次イベントの、まあ、連携というのがやりやすくなったかなと。例えば、特に、まあ、理事の方とかこういうのどうしたらいいんだろう。とかって詰まってしまうようなことがやっぱりあるんですけど。イベント側の方で詰まっちゃうっていうことがあって、
はい、ってことですね。はい、はい。とか、あと、どっちが、例えば、あるメールが来たりとかしたときに、まあ、どっちでこれ対応した方がいいのかな、みたいな話が、あったりもするので、まあ、そういうところが、の交通整理とかいうのが、まあ、やっぱやりやすく、両方に入っているので、理事でもあるし、イベントスタッフでもあるので、やりやすくなったかなというところがありますね。はい。そうですよね。やっぱりね、つなぎ役ってすごく大事ですし、ありがとうございます。他にも何かありますか？まあ、他にですけども、やっぱり、年次イベント以外の、まあ、パイチャリティとかのチャリイベントとかの、まあ、開催にも、携わることができるだというところがありますし、あと、まあ、大きいのとしては、最終的に、まあ、去年とかですね、一昨年に、理事が、PSF から、Python Software Foundation から、コミュニティサービスアワードという形で、表彰されて、で、それが実際に、去年の PyCon US 2022の現地で、表彰されたというところに、現地に行くことができて、壇上で、盾をいただいてたというようなところは、すごい、まあ、予想してなかったんですよ。そんなことがあるとは思ってなかったんで、ですけども、これは、まあ、すごい、予想外の喜びそうすごでくすよ嬉しね。かったなというふうに思っています。はい。私自身も嬉しかったですね。まあ、そんなにこう、外の人から、表彰されるって普段なかなかないことですしね。それもまあ、ね、Python ソフトウェアファンデーションからの、そういう盾ももらえるような、直々の、なんていうんでしょうね、表彰ってのは非常に私も思い出に残っています。はい。次の話題に行きたいと思います。理事をやってて大変だったことについてもちょっと教えてほしいんですけど、いかがでしょうか？理事をやっていて、そうですね、大変だったことですけども、これは、まあ、実を言うと、理事としてはそんなに、大変ではないかなと。定期的に、ミーティングあるんですけども、大体数ヶ月に一遍なんですね、一般社団法人の、まあ、ミーティングっていう。なんで、それは、まあ、数時間だし、まあ、それに対する準備というのもそんなに時間かかるものではないですけども、それよりやっぱり、まあ、年次イベントのやっぱスタッフとしての活動の方が、やっぱ開催までとか、あと開催後に長くあるので、それが、まあ、一日やっぱ、特に開催1ヶ月前とかだと、下手すると毎日に近いミーティングがあったりとかするので、それをまあ、調整しつつ、進めていくという方が、ある意味大変かな、というふうに。確かにね。理事っていうよりは、イベントスタッフと両方あるっていうところと、まあ、特にやっぱりイベントの前になるとさすがに忙しいですからね。イベントのスタッフっていうのは。そうですよね。じそゃうで理事すとしてね。そんなに大変だったって思いは、そこまでないっていう感じですか？続いて、理事を継続しているモチベーションって何かあるのかなと思うんですけど、どうでしょうか？何かモチベーションって言われると難しいかもしれませんけそうですど。ね。理事を継続しているモチベーションというところで、まあ、なかなか、普段ですね、普通の、会社員で、まあ、経営層でも何でもない。まあ、一般のサラ社リー員マンとしなのて、ですから、サラリーマンですから、なかなかですね、まあ、経験できない活動が、できてるかなというふうに思ってます。カンファレンスとか、の開催とかも、Python の普及活動関係について、お金込みでですね、例えば、まあ、開催について、まあ、会場費を出したりとか、まあ、いろいろなイベントについて、例えば講師の派遣隊をどうしようとか、そういうところ、お金込みでどういうふうにお金を使うと、まあ、Python にいいのかみたいな話ができる場とか、そういうところが、まあ、一社のミーティングで話せたりというようなところは、すごく、面白い場だなというふうに思っています。で、まあ、ということ、まあでも理事は無報酬ですし、まあ、PyCon JP は、スタッフも座長も全部無報酬です。なので、まあ、そこはある意味、まあ、そういう意味でも仕事とはちょっと違うんですけど、面白い場だなというふうに思います。先ほど話された理事、
まあ、一般社員では経営層ではないから、こういう活動を見るのがちょっと面白いっていう話があったと思うんですけど、少しちょっとその話をしたいんですけれども、どういう点でしょうかね。理事だとやはり、まあ、もちろん経営というとおかしいですが、この組織自体を、まあ、運営する経営者側の方になってるわけですね、理事っていうのは。まあ、そういうところの立場で、いろいろ判断したり、まあ、ディスカッションをしなければいけない。まあ、そこに面白さがあるっていう感じですかね。はい、そうですね。うん。そこはどういう点ですかね。やっぱまあ、もちろん、サラリーマン、経営層ではない人だと、もちろんその会社の決定権っていうのはもちろんないと思うんですね。でも、反面、そのパイコン、一般社団法人パイコン JP アソシエーションの理事は、この運営に対してお金を含めて、特にお金の面では決定権がある人になる。まあ、そこの、やはり、まあ、そこに活動に参加することに面白さがあるっていう理解で大丈夫ですか？そうですね。活動することに、まあ、面白さがあるし、うん、なんですかね、なんですかね、有効なお金の使い方というか、有効、うん、これをしたら、こういう方向に良くなっていくだろうみたいな、うん、そのポリシー、うん、まあ、いわゆるね、人物金的なところで、はいはい、いや、完全な、もう、うん、ね、ボランティア活動とかですと、うん、もう、まあ、人のやる気に、だいぶ、だけに左右されますし、はいはい、結構、全部、活動も全部、はい、なんていうかね、自腹というか。はい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 、そうですね。コミュニティなり、ボランティア活動ってなると、はい、まあ、持ち出しが多くなるっていうところが多くなる。うん、もちろんそのパイコン JP も人的リソースにはお金払ってないので、うん、その分は、まあ、ボランタリー精神に基づいた持ち出しになってると思うんですけど、まあそれ以外まあある一定の予算はもちろんあるので、そういうところをまあどういうふうに決めて、どういう活動に使うかっていうところに参加している、それも決定に責任を持っている立場として参加しているという。そうですね。この面白さっていう感じでいいですか？そういうのも面白いですね。はい。確かにね。まあ、もちろん、そういう経験っていうのは、なかなかできることじゃないですし、まあ、無報酬でなんでやるのか、みたいなところは、また難しいですが、まあ、ちょっと違う経験ですよね。はい。そうは、まあ、その辺の面白さを感じて、モチベーションになってるということでよろしいですかね。あ、そういうことで、まとめていいと思います。はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、最後の質問に行きます。その他、理事関係で何か伝えたいこととかあればっていうことなんですが、いかがでしょうか？そうですね。その他の理事関係で伝えたいことですけども、うん、まあ、特に理事をまあ、やってみようかなとか、興味がある人がいれば、うん、ぜひなんですけども、なんかそういうね、一般社団法人の理事、うんっていうと、なんか、すごい格式というか、ちょっと敷居を感じる方も多いと思うんですけども、まあ、やってみると、まあ、ミーティングとか、特に意外に、格式ばっていなくてですね、パイコン JP アソシエーションは、割とざっくばらんに、本当になんていうかな、ざっくばらんに、なんか、使い道とか、ポリシーとか、こういうことをやったら面白いんじゃないよ、みたいな、意見と、が、話せるので、面白い、場だと思ってます。本当に、会社とかだと、その利益を上げないと、なんか、倒産しちゃうとか、前年目とか、どうの、みたいな話は、まあ、聞けるんですけど、そういう、なんか、なんていうかな、そういう厳しい場ではないというか。はいはい。うん、割と逆に言うと、まあ、今持ってるお金をどうするとみんな幸せになれるかな、みたいなのが話せる場として、すごく面白い場だな、というふうに思っています。はい、ありがとうございます。私の方から追加で質問させていただきたいんですけど、うん、そうすると、まあ、興味を持った人がいたら、うん、どういう人だったら理事になったらいいんでしょうかね。なんかそういうイメージってありますか？そうですね。うん、まあ、やっぱり
まあ、Python の活動とかにやっぱ関わっている方で、やっぱり、スタッフ活動とか、今までのやっぱ普及活動とか、どういうのをやっているのかというか、そういうところに実際に関わったことがある方の方がよりいいとは思います。今まあまで、そうですよね。もうちょっとこういうサポートがあれば、なんか普及、世の中に普及にいいことができるのにな、みたいな思ってる人とか、そういう、今まで動いて経験から、やっぱり理事とか、そういう活動をやっていった方は、いろいろ言いたいことが、あると思いますし、積極的に参加できるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。ヨナスさんに来てもらいました。ヨナスさん、ちょっと自己紹介簡単でいいんで、自己紹介お願いします。はい。ヨーナスと申します。Python はもう長くやってます。まあ、15年以上になやってまして、Python も結構あっちこっち行ってて、まあ、Python JP も2013年から参加したりしてます。そして、まあ、Python JP スタッフも結構やってます。で、まあ、Python JP、アソシエーションの理事をやってます。今日いろいろインタビューさせていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速一つ目の話題に入っていきたいんですけれども、理事として主に担当している分野、タスクは何でしょうかという質問です。そうですね。はい。まあ、特に、まあ、担当してるタスクはそんなにないんだけど、たまに海外のコミュニティとかカンファレンスとの連携したり、あと、まあ、PyCon JP のイベントも、まあ、スタッフをやってますから、そこでも、まあ、PyCon JP との連携もやってます。ありがとうございます。特にね、海外との連携なんかで、BSF と連携したりするときに、ちょっとやりとりお願いしたりとか、そうですいろいね。ろと、やっていただいてるかなというふうに思います。はい。じゃあ、次の話題に行きたいと思います。理事をやろうと思ったきっかけって何か思い出せますか？そうですね。もうちょっと 結構前の話ですね。例えば、日本にいる、日本にいる海外の Python のユーザーとか開発者の、ま、レプレゼンテーションを したいと。アソシエーションで、まあ、その多様性をちょっと高めたいなと思いました。そうですよね。やはりね、日本にいて日本人だけで、日本に住んで、元日本出身で日本にいる人だけでやってると、いろいろ多様性が生まれないっていうのはありますよね。そうですね。もともと、ヨダスさんは、ヨーロッパの方でカンファレンスを主催したり、スタッフやったりっていうのもやってたって聞いたんですけど、その辺の関係もやはりあるんでしょうかね。そうですね。まあ、ヨーロッパからの、まあ、経験があって、で、その、まあ、日本ではどうやって活動するとか、どうやってそういうカンファレンスを準備するとか、まあ、アソシエーションは何をやってるとか、それも、まあ、すごく気になってて。おほほほほ。そうなんだ。それはありがたい話ですね。いろいろとありがとうございます。じゃあ次の話題に行きたいと思います。理事をやってて、今まで理事をやっててよかったことって何かありますか？まあ、いろいろあると思いますが、まあ、特に、まあ、この質問を見て思ってたのは、日本の中の様々なコミュニティに会えてよかったと思います。多分コミュニティの、多分理事にならない場合は、まあ、多分パイコン、ミニパイコン九州とか行ってないと思うかもしれないし、おお、そういうことで、か。そこを行って、まあ、すごく良かったと思います。やはり、いろんな人たちと会えたりとか、いろんなコそうミュニティを知れるっていうきっかけになっているっていう。ですね。そこが一番良かったこと。やっぱりそういう意味での広がりっていうところですかね。そうですね。ありがとうございます。他に案がありますか？いや、まあ、まあ、PyCon JP Association をやってるから、PyCon APAC コミュニティでもちょっと
のが入れて、そこでもなんとかできるようになってまして、それも良かったと思います。パイコンエパックとか、まあ、さっきね、ヨナさん結構海外のパイコンによく行かれたりとかもしてると思うので、そういうところの連携とか、またそういうところの、広がるっていうんでしょうかね。そうですね。自分はこういうふうにやってますよっていうことによって、またお互いに、じゃあ日本でどうやってるのとかいう話になったり、そうそっでちすのね。国で、そっちのコミュニティでどうやってるのって話になったりっていうところですかね。そっちのコミュニティの人と、まあ、話し合えるのがなんか楽になって、なんかその普通の、まあ、参加だけじゃなくて、まあ、その参加し、まあ、その海外のパイコンに参加して、るんだけど、その、まあ、まあ、PyCon JP のアソシエーションで、リチもやってるのから、その、まあ、その、あそこの PyCon のオーガナイザーたちとか、その話もできるし、まあ、いろいろ、まあ、勉強にもなるし、ああ、確かに。そうですよね。はい。ありがとうございます。では、次の話題に行きたいと思います。はい。今度は、理事をやってて、逆に大変だったところ、大変だったことって何か覚えてることありますか？まあ僕に、まあ一番大変なのは、まあ言語なんですけど、言まあ語、自日分、本語っていうことですよね。そう、そう自で分のすまあよ日ね。本語能力不足のためで、ちょっといろいろ、まあ理事の仕事が大変になってしまいますが。そうですよね。すいません。いえ私いえ。たちがね、そんなに英語でやりとりっていうの難しくて、基本的に日本語でいろいろやりとりしてるので、そうです普通ね。にチャットを使ったり、音声なり、リアルで会ってミーティングやるときも、日本語をベースに話をするので、どうしてもちょっと難しい日本語が出たりとかありますよね。あります、あります。そそうしでて、すまあ、ね。そのパイコンイベントに近づくと、その、なんだろう、コミュニケーションの量とかがすごく増えるし、なんか、もう、どこがそう分からなくなる。わ かちりょっとね。大変なんだけど、まあ、そうですよね。まあ、ここは日本だから、まあ、しょうがないと思います。まあ、そうですね。すいませんっていう感じもあるんですけど、まあ、なかないやいかやいや、ね。自分が悪いね。いやいや、そんなことない。悪いってことはないんですけどね。まあ、その多様性っていう話に対して、やはり、私たちも多様性を求めていかなければいけない団体だと思ってるんですが、どうしてもね、こちらの方、日本語だとスムーズにいくけど、英語だとやっぱりなんかうまく言えないみたいなことがたくさんあるそうのですで、ね。いや、海外のメーリングリスト、海外とのやり取りのメーリングリストなんかでやり取りすると、やはりやっぱり後になっちゃいますね。私もメールとか読んだりするのも。まあ今はちょっといいかなって思っちゃうんで、それは母国語じゃない、またはまあ普段使ってない言語だと、やはり大変だなというふうに私も思います。はい。では、次の話題に行きたいと思います。理事を継続しているモチベーション。まあ、何良かったんですかって質問をさせていただいてますが、逆に今度は継続しているモチベーションっていうのはどうでしょうか？そうですね。まあ、PyCon JP アソシエーションも、まあ、仕事が終わらないと思うので、まあ、誰かが続けないといけないあ、はと思いっはい。て、そうですまあ、ね。じゃあ自分もやった方がいいんじゃないかなと、なんか他の人に任せなくて、自分でやった方がいいんじゃないなと、まあ、思いますね。ありがとうございます。そう言っていただけると。そうですね。団体としてはあった方がいいと私も本当にすごく思ってますし、まあ団体があることによっていろんな、まあもちろん PyCon JP もできますし、他のこともいろいろとできる。またミニがあって、いろんなコミュニティ知れるっていう。これ誰かがやらなきゃいけない役割ですもんね。そうはでい。す。ありがとうございます。はい。リーチの仕事も楽しいから。ありがとうございます。もちろん、それだけじゃなくて、まあ、その、はい。理事同士のコミュニティ、または理事の周りにいる、PyCon JP アソシエーションの周りにいるコミュニティっていうんでしょうかね。そのスタッフなり、理事なり、またはそのコアスタッフなりっていう人たちがいるので、まあ、そういうところのコミュニティも面白いですよね。そうですね。で、最近ちょっと、まあ、その、特にコアスタッフとかが増えてるんで、すごくいいと思います。ありがとうございます。はい。では、じゃあちょっと次の話題に行きたいと思います。その他ですね、理事関係で何か伝えたいことがあればという質問なんですけど、いかがでしょうか？そうですね。まあ、その、まあ、日本の Python コミュニティの中で、
多分その PyCon JPS 精神の、まあ、聞いたことある方が多いと、はい、思ってますけど、はい、まあ、そのアソシエーションが 何をやってるとか、なんであるとか、そういうのしてる人がそんな、多分少ないと思うんで、うん、確かに、で、その、理事になれるとか、うんうん、まあ、理事になれないと思う人も結構いると思ってしまいますが、うんうんうん、で、その、まあ、今聞いてる方とか、その、まあ、パイコン JPSA セーションってそんなに、まあ入りにくいんじゃではないんで、ぜひ、ね、まあ、その、まあ、医者の、まあ、アソシエーションのミーティングに参加したりとか、うん、まあ、その、あ、理事になったりとか、うん、方が、まあ、ありがたいなと。なんか、その、うん、誰、まあ、基本誰でもできる仕事ですよね。そうですね、はい。もちろん、まあ、そうですね、はい。Python そんなに書けない人でも、はい。とか、うん、そういうのは全く関係ないので、はい、うん。経験年数とかも関係ないですよね。そうですね。やっぱりその、Python 関係で、例えばあとは PyCon に対して、特に PyCon JP に対して何かっていう思いとか、まあそういうふうになんかやってみたいとか、関係してみたいっていう人であれば、もちろん、はい、あの、ウェルカムなんですが、なかなか難しいんですかね。やっぱ組織ももう10年を超えてきまして、はい、10年になるのかな ?10 年になるんですけれども、その中、ね、後から理事になるって、どうやってなったらいいんだろうって、確かに思いますよね。そう。まあ、言いたいのは、まあ、その新しい、まあ、理事の友達が欲しいと、うん。ということですね。確かに。確かに、やっぱりそうやって、同じ人ばっかりだと固まっちゃいますからね。そうですね。それこそ多様性の話じゃないですけども、やっぱり、広がっていったり、はい、お互いつながりが深まるっていうのは、まあ、自分にとって、理事をやってる側にとってもいいですし、その組織にとっても、はい、すごくいいことなのかなっていうのは確かに思います。はい、ちなみに、今年はどこか海外のパイコンとか、その、どこかに行ってみようっていう計画もあるんですか？そう、まあ、今年はとりあえずパイコン US は行くつもりで、はいはいはい、パイコン JP はもちろん。はい。あと、ミニ九州あったら絶対行くわ。ミニ九州は、エナさん常連ですね。そうですね。そういう意味では結構好きになって。うん、この、例えばその、まあ、アメリカに行くっていうのは、やはりその、いろんな情報を仕入れたり、あの、連携っていうところで PSF とか、その、はい、なんとなくイメージ湧きやすいんですけど、九州に行きたいって思う、その、なんでしょうね、モチベーションっていうか、九州に、またあれば行きたいなって思うのは何ですかね。そうですね。まあ、その、どうやって言えばいいんですか。まあ、その、九州、まあ、まあ、一つのは、まあ、旅が好き。旅が好き、あ、はいはいはい、はい。まあ、九州、最後九州あるから、まあ、その九州の旅の、まあ、理由ができてしまって、まあ、いけるなぁと思いますし。あと、はい、まあ、その、パイコン九州はまたまたちょっと小さいですよね。はい、まあ、そんなに参加者が多くないので。はい、で、そういう、なんだろう。まあ、そんなに参加者が多くないと、ちょっと違う雰囲気になる。まあ、PyCon JP とか、うんうんうん、とか、まあ、PyCon US とか、まあ、PyCon US もっと大きいんで、はい、で、その違う雰囲気が結構いいと思います。その、まあ、参加者みんなに話しか、はい、まあ、かけるし、まあ、そのみんなに会えるし、はい、すごく、はい、まあ、その、いい、まあ、いいと思います。そういう。はいはいはい、うん、そうですよね。その PyCon US って2000人が3000人ぐらいって大きな規模で、もうほとんど、あの、知り合いにもなかなか、まあ、両方、知ってた、もともと知ってた人にも会えないっていう、よく言われてることですね。まあ、これは PyCon JP で2019年あたりだと1000人を超えていたので、確かに会えなかったですよね。そうですね。うん。あ、近所はまた、はい、うん。まあ、一つの部屋じゃ、だけとか、はいはい、そういうの、まあ、みんなが一つのカンファレンスになるのが好きです、うんうんうん。確かにね。まあ、せっかくね、カンファレンス行って話を聞くのも面白いですけど、いろんな人と話をするっていうのも、ものすごく楽しみ。私なんかもカンファレンス行った時に、ほとんどのトークを聞かずに、まあ、廊下じゃないですけど、その外で話をしてたりっていうのは結構楽しいので、はい、そういうのを考えると、小さなところで、いろんな人と話ができるっていうのは、確かに面白いかもしれませんね。うん、はい。
アジアは今年まだ他でどこでやるかって全然アナウンスがないんですけど、そうですね、アジアとかはどうですか？何かどっかあれば行ってみたいっていう感じですか？それともまだ何も決まってないんで、決まってから考えるっていう感じですか？まあ、決まってから考えたいと思いますが、まあ、まあ、最近思ったのは、その、パイコン台湾は、まだ行ったことない。はい、で、台湾行ったことないんでしたっけ、ま、そうですね。で、いや、行かないといけないですよね。いいねそろそろ。そろそろね。私もしばらくパイコン、台湾でやるパイコンにはしばらく行ってないので、本当は行ってみたいと思うんですけど、うん、なかなかタイミングが合わなかったり。以前、その日本でやってた後に、すぐに台湾でっていうのを2回ぐらいやった時期があって、なかなかあの、日本のカバレスも結構忙しいので、それ終わってすぐに台湾に旅立つっていうのができなくてですね、2回ちょっと逃しています。そうですね。タイミングも難しいですよね。うんうん、まあ、毎週ぐらいどっ、まあ、世界中のどこかにパイコンが、うん、ある気がしますけど。そうですね。まあ、全パイコンに参加できないので、うん、あ、はい、ちょっとタイミングとか、まあ、スケジュール見て、うん、あ、こういうのが参加できそうな、と思ったら、うん、まあ、今年は、まあ、はい、ちょっと行きたいな、パイコン。ちょっと行きたいですよね。海外も行きたいですね。はい。清水川さんに来ていただきました。清水川さん、自己紹介お願いしたいんですけども。はい。パイコン JP アソシエーションの会計理事をしています、清水川です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。はい。じゃあもう早速、テーマに、質問に入っていきたいと思います。はい。はい。一つ目の質問に行きます。はい。理事として主に担当していることを教えてください。はい。まあ、ちょっと自己紹介でも言いましたけど、会計理事ということで会計を担当してます。はい。で、一社の資金管理とか、はい、あとは入出金の管理、記録であるとか、支払いの承認であるとか、はい、あとは、その決算、大体1年に1回は決算っていうのを行って、1年間の、入金、出金の総額みたいなのをまとめたりするんですけども、そういったものを取りまとめをしてます。はい、実際の会計については、会務の会計会社、会計事務所さんにお願いしてやってもらってるという感じですね。はい、そうですね。はい。はい、法人、私たち一般社団法人なので、1年に1回ちゃんと決算をして、はい、その、社員総会って総会をやらなきゃいけないんですよね。でそこで承認をしてもらわなければいけないと。非常にまあ法人ということなので、しっかりその辺はやらなければいけない。期日もしっかり決まってますし、もちろん適切な形で税金を納めたりとか、うん、適切な形の処理をするというところですかね。そうですね。結構、役割としてはやはり重たいですよね。まあ、そうですね。本人としては、まあ、しっかり、なんていうか、細かいお金の計算みたいなのはしなきゃいけないとは思ってるんですけども、うん、間違いがあっては良くないんですけども、はい、他の、例えば寺田さんは、理事の代表理事っていうのをやってるわけですけども、はい、そういった人の、まあ、決定をする、決断をするみたいなところと比べると、まあ、まあ、淡々と作業している。うん、まあ、年間常に何かしらの、淡々と行っているというような感じですかね。ああ、確かにね。ちょっと違うかもしれませんね。その立場によって少し担当しているものが、まあ、清水川さんの場合は会計ってもうメインのものが決まっているので、そうなってくると結構、うん、まあ、どちらかと、定期的に業務が、あといつも業務があるっていう感じですかね。そうですね。いつもありますね。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。はい、それでは、次の話題に行きたいと思います。もう理事をやろうと思ったきっかけ。ずいぶん前のことかもしれませんが、理事をやろうと思ったきっかけを教えていただきたいと思うんですが。はい。もともとは、一般社団法人っていうものがなくて、パイコン JP というイベントをやりましょうということで、2011年に始まったわけですけども、はい、まあ、準備は2010年からですかね。まあ、その時に、立ち上げの活動から参加してます。はい、でその後、継続をして、イベント、パイコン JP というイベントを毎年やりましょうっていうことをやってきたわけですけども、まあ、イベントを毎年やっていくためにはお金の管理もしっかりやらなきゃいけないし、まあ、あとは、法人っていう、なんていうんですかね、団体の、というものがあると、そういうイベントを毎年やりやすくなるというのもあって、まあ、イベントの、
ごめんなさい、法人の立ち上げっていうのに関わって、その法人っていうのを支える理事というものの活動に入ろうというふうに考えました。はい、ありがとうございます。はい、結構思い出していただいた感じですか、今回。どういう感じだったかなって。そうですね。パイコン JP のイベントをやっぱり毎年やりたいなっていうのが一番のモチベーションであって、うんうん、で、だんだんとその毎年イベントを運営する、どんなイベントにするかっていうことだけじゃなくて、イベントを支える法人っていうものも必要なんだなっていうところで、うんうん、まあそちらにシフトした感じですかね。はい。ありがとうございます。はい、次の質問に行きたいと思います。理事をやっててよかったこと、はい、何か思い出せることいくつかあれば教えてほしいんですけれども。そうですね。まあ、単純なところで言うと、会計とか決算っていうものに対する知識が増えたなっていうのはすごく感じていて、まあ、ある意味会社の運営をしているようなものなので、もともとPyCon JP というイベントをやるっていうのも会社というか組織の運営をやっている感じで、何かこう決定をするとか、スケジュールに対して何か、何が重要で何を決めなきゃいけないかみたいにやってたわけなんですけども、今度は会計とかで、そのイベント、一般社団法人の法人に関わるということで、会社運営っていうようなイメージで関わっている。まあ、その、会社そのものでの運営そのものではないんですけども、まあ、それに関するような知識っていうのがすごく増えたなとは思っています。そういう意味ではあれですよね。そこは良かったことですかね。はい。今の話を、ちょっと話を続けると、イベントをやってるときってプロジェクトっていう感じですよね。まあ、仕事で言うと、ある一つのプロジェクト、PyCon JP 2022をやるっていうプロジェクトがあるのに対して、法人の方は会社ですもんね。会社というか、まあ、法人なので、当然、会社と同じような、ことになるので、そちら側の方の知識だとか、いろんな、ノウハウとか、まあ、新しく知れることが多かった、みたいなところですかね。そうですね。はい。確かにおっしゃる通りですよね。結構差はありますね。触りますよね。イベントはもうプロジェクトなので、はい、走り切ったらもうどうでもなれみたいな、走り切るぞみたいな感じはあるんですけど。確かに、うん。法人の方は転ばないようにどうしていくかみたいな。はいはいはい。継続のための組織っていう感じですよね。はい、確かにそういう意味では違いますね。うん、他には何かやっててよかったなと思うことってありますか？そうですね。まあ今の、続けるっていう、継続のための組織っていうのは一個あって、毎年毎年のPyCon JP というイベントだけじゃなくて、これをじゃあ来年どう続けていくのかとか、はい、どうなっていってほしいのかとか、そういった視点で見るようになったっていうのもありますね。視点が少し変わった。毎年の団体の新しい視点ができたっていうことですかね。そうですね。イベント一個一個も楽しく、もちろん盛り上がってほしいんですけども、じゃあ来年再来年どうしていきたいのかどうなってほしいのかみたいなのを考えながら今年をどうするかみたいな見方をしてる感じですかね。うん、その辺は良かった。やっぱりやって経験が詰めたっていうところで良さがあったっていうことですかね。はい。理事をやってて大変だったなと思うこと、どんな思い出でも構いませんし、何かありますか？そうですね。まあ、理事という意味では、そこまで大変ということはないんですけども、会計理事というところで言うと、毎年年度末が、PyCon JP の、一般社団法人PyCon JP の年度末で12月末。一般社団法人PyCon JP アソシエーション。ああ、アソシエーション、そうですね、はい。途中でアソシエーションっていう名前をね、ちょっとつけたんですよね。はい。そうですね。一般社団法人PyCon JP アソシエーションですね。はい。はい。アソシエーションっていう意味では、はい、年度末が12月末で、はい、決算が2月。になりますね。はい。2ヶ月後までにっていうのが決まりなので、はい、はい。で、2月の決算に向けて忙しくなっていくということで、だいたい12月の終わりぐらいから2月の半ばに向けて決算をまとめていくっていうことになるんですけども、なぜか毎年この時期に個人的にも忙しいタイミングが重なってる、ね。まあ、年度末ですしね、実際に2月3月ってのは比較的、日本中忙しくなりやすい時期。ですよね、はい。そうですね。まあ、なので、ちょっとこの時期は毎年なんだか忙しいなっていうのはありますね。確かにね、はい。理事を継続しているモチベーション、これは何かありますか？そうですね。
やはり一番最初に PyCon JP のイベントを立ち上げた時から続いていることなんですけれども、この、Python っていうプログラミング言語、私はもうずっと使っているんですが、そのプログラミング言語に関わる人たちと会って話をするというイベントを毎年続けていきたいっていうのが一番最初のモチベーションでありました。で、それを継続していくための組織を運営するっていうことが、まあ、今のところずっと続いているモチベーションです変わね。らずそのモチベーションそうがです続いね。ているっていう感じですはい。か。はい。他には何かありますか？そまあ、あれがとは一番。プログラミングとか、組織運営とか、イベントっていう意味では、自分はいろんな人から教えてもらいながら、その一端を担う、一翼を担うみたいな感じでやってるんですけども、まあ、何かしら、例えば組織運営であるとか、会計っていう、縁の下の力持ち的な部分で、すごく活動できる人たちの下支えになれるというところで活動を支えていくっていう感じで考えてはいまほうほうほう。すね。活動の支えをしているっていうことは結構やっぱりやっているモチベーションにもなっているっていうことですよそうですね。ね。はい。まとめてガーッとやるっていうのがちょっとあまりできないっていう個人的な事情もあって、どちらかというと日々ちょっとずつでも活動して、それで全体がうまく回るようにしていくほうっていほううほうほう。関わり方をしていけるので、まあそそっういう意味か。では、会計を担当するっていうことと、現状の個人的な事情と合っていて、まあ Python っていうコミュニティを支えていくっていうのと、ちょうど合っている感じがしていますね。確かにね、そのイベントを中心にそのやってると、イベント直前になるとものすごいタスク量というか、そもうのですごいやね。ることがあって、もう信じられないぐらい、まあ仕事も手につかないぐらいの量のやることがあるっていうふうになってると思うんですけど、まあ、それに対しそてうはです理事ね。の方はそういう、もちろんそのそれに対して理事でイベントにお手伝うってこともあると思うので、はい。もちろんそのイベントが全くなく、そういう波がないのかってそんなことはないと思うんですけど、まあ、理事って確かに、そういう意味では、どちらかというと淡々と、まあ、何かを決めたり、何かをやろうってやったり、っていうことになるので、ちょっと違うかもしれませんね。まあ、そうですね。そういう意味でのその支えっていう、まあ、これに関わっていく面白さとか、支えてる、自分的に良さとか、そういうのもに、継続的につながっていけるっていうところもモチベーション、継続しているモチベーションになるっていう感じですかね。そうですね。確かに、それはすごい思いますね。その他何か理事関係で伝えたいこととかあればということなんですけど、どうでしょうか？そうですね。まあ、理事って何なのって言われると全然わかんなくて、PyCon JP のイベントをやっていた身から、2013年に一般社団法人 PyCon JP が立ち上がった時に、まあ、今までやっていたようなことをやればいいんだよねっていう感じで参加したっていうのが私の入り方だったんですけども、まあ、そういう意味では、理事関係、理事になるとか、理事で何かやれることっていう意味で考えるよりも、PyCon 関係のコミュニティを運営する、支えるって言ったようなこととか、あとは PyCon JP のイベントをやっていたスタッフ、参加者だったんだけど、こういうふうなことをやりたいんだけど、みたいな感じで考えてる人がちょっと関わってもらえるといいのかなとは思いますね。で、あとはもう関わってみないと何やってるかもよくわかんないのかなっていうのは、ちょっそうとあでるかすなよと思っね。てい中にて。入ってみないとわからないところは当そ然うあなんでるすかなね。と思いますね。はい。この法人、この一般社団法人パイコン JP アソシエーションは2013年の3月に立ち上がったので、まあ、約10年という継続をしているわけですけど、どうしてもね、その長く、継続している団体、また組織だと、そこに新しい人が入ってくるって難しさありますよね。そうですね。わかんないいですや、もんね。わかんないですね。自外分からも見だて。から何かオープンソースはずっと使っていたので、オープンソース関係の何かの組織に入って、支えるとかって言われると、まあ、10年ぐらい続いている組織に入っていて理事になりますって、多分難しいんじゃないかと思うんですよ難しそうですね。確かね。にね。確かに、そんなに Python も使って、そんな歴も長くないしとか、
関係性もそこまででないしって思っちゃう人は多いかもしれませんね。そうなんですね。なんだけど、単純にこのイベント、この組織、この、なんかチームみたいなところになんか自分もできることあるかなって考えて、ちょうど立ち上がったタイミングだったんで、じゃあそのままやりますって感じだったんですけども、そういう視点で考えると、まあ、理事っていうよりは、なんかやってる人たちになんか自分も参加するっていう方が、自分の考え方的には合ってたなっていうのは、振り返ってみると思いますね。PyCon JP 関係っていうと、私は毎年プロポーザルを出していて、あ、イベントの方ですけども、はいはい、イベントに毎年プロポーザルを出して、毎年何か発表しようと思っているわけですけれども、はいはい、まあ、モチベーションの一個にその発表する場っていうのが毎年、ほうほうほう、なんか楽しいイベントとして盛り上がってほしい、うん。そこに自分もプロポーザルを出して、スピーカーとして入りたいっていうのはあるので、またこれからもそういったモチベーションというか、発表する場を維持するために理事として、日々支えていくというのをやっていこうかなと思っているところです。発表する場、まあ、発表するモチベーションみたいな、まあ、今回の理事の話とはちょっと変わっちゃうかもしれませんけど、発表するモチベーションっていうのもまあ結構あって、はい、まあ、そこには、やっぱ場がなきゃダメだし、当然そこに発表したいと思える楽しさみたいなのも結構重要なのかなと思うんですけど、うん、それはどうですかね、PyCon JP っていうイベントに対しての話としては何かありますか？そうですね、毎年イベントをやっていて、やはり途中から入門者向けの話が多くなった時期がすごくあったり、はいはいはい、あとは機械学習データ処理系の話がすごく多くなった時期があったりしたりするんですけども、はいはいはい、個人的にはもっとこのイベントじゃないとなかなか聞けないような、すごく言語の深い話みたいなところを分かりやすく伝えるみたいな感じのトークが毎年できればなと思ってはいます。清水香さん自身がそういうことを伝えていきたい。せっかくの PyCon JP なので、はい、Python の何かしらの、知識、または Python 自体のこととかを伝えていきたい。そうですね。というモチベーションはあるっていうことですかね。はい。Python でこんな話聞けるのはここ以外にあんまないでしょうみたいな。おー、すごい。ことをトークの目標にしてる感じですね。おー、素晴らしいですね、それは。私はなかなかトークが最近出せていないので、なるほど、参考にして、はい、私もトーク出したいなと思っています。はい。